まさかインの正体がリーシャさんだったなんて。てっきり男の人とばかり思っていたんだけど。どうやらあの格好の時には気配を変えていたみたいだね。ひょっとしたら体型なんかも変化させていたのかもしれない。そんなこと普通の人間にできるの？で、普通じゃない人間に最近何人も会ってるよね。どうやら私の感能力も欺かれていたようですが、ロイドさんは思ったほどには驚いていませんでしたね。Well, Lloyd already knew that Rishio was hiding something, I guess. ああ、そうだな。ちょっと前にリーシャと話す機会があったんだけど。小さい頃からそのために生きてきました。気に遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道。今となっては何のために歩んでるのかわからない道を。まさかとは思ったからそれ以上は考えなかったけど、どこか彼女がインである可能性を捨ててはいなかったみたいだ。そんなことが。考えてみりゃただの素人がアルカンシェルの準主役に抜擢されるわけがねえんだよな。ああ、あのイリアさんが強引に誘って特訓したそうだから、妙な説得力があっただけだろう。しかもインが現れた時期とリーシャがクロスベルに来た時期もちょうど一致するみたいだし。ヘイユイのツァオさんあたりは正体を知っているんでしょうか？まあ彼女の立場なら秘密にしているのが普通だろうね。下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。 They probably already know in case they need blackmail material. そういう意味ではあまり正体を触れ回らない方がいいかもしれないわね。ああ、課長はともかくしばらく様子を見てみよう。それに今はヘイユエより赤い星座の方が優先だ。ああ、このタイミングでおじきたちが姿を消すとしたら準備をした上での行動だろう。多分一気に動き始めるぞ。そうか。ソーニャ司令の方にも連絡する必要がありそうですね。I wonder if we can return to that marshland by using another boat. After all, it seemed like there was a secret path that's for New Game Plus only, so we probably could return there if there's a boat parked at the harbor. します。来たか。ようやくの到着ですか。すみません、少し立て込んでいまして。状況について教えてくれるか。伝えた通り、この建物にはもう誰も残っていない。およそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われるが、全員ジオフロントを経由して行方をくらませたようだ。 Went through the geofront. That means there's a geofront entrance hidden here somewhere. But we never found it the first time we were in this building. ジオフロントを経由して。 Is it possible the geofront entrance was added later? Maybe they bribed someone to allow an entrance to be built close to their headquarters? ですが、そんな道はなかったはずでは。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。 Oh, explosives work too. ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が発見されました。そんなことを。やれやれ、とんでもない連中だね。それだけではない。旧ルバーチェの密輸用倉庫の大部分が改造されていた。それも重火器を扱うための本格的な訓練整備施設としてな。まあおじきどもだったらそのくらいは平気でやるだろう。
いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘狂ばかりだから。なるほど。オルランド、率直に聞く、連中の狙いはヘイユエか、それとも駅や空港へのテロか。 We don't know. They might be under the same client or different client this time, so who knows? さすがにわからねえが、ヘイユエが狙いならこんな風に姿を消したりはしねえはずだ。駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだろう。もっととんでもないことをしでかす可能性は高そうだ。ということは、まさかオルキスタワーを占拠するつもりとか。そいつはありそうだが。 Does Geofront B connect to Geofront D? だが連中の好みからはやはり離れているかもしれない。 That would allow them to invade pretty easily, I think. へえ、好みっていうと？両兵が本領を発揮できるとしたら野戦かゲリラ戦、つまり正規軍を翻弄できるような入り組んだ地形の戦闘が好みだろう。それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地帯とかな。あ、確かに車両の動きも制限されますし。だとすれば捜査一課ダドリーだ。ああ課長、どうもお疲れ様です。なんですって、なんだこのタイミングで。ダドリーさん、一体何が。警備隊からの連絡だ。正体不明の武装集団がマインツ山道方面に出現、パトロール中の部隊が撃破されてしまったらしい。One hour earlier. こちら司令部、第三中隊に告げる。武装集団の規模は不明。市内に潜伏していた傭兵団、赤い星座の可能性高し。マインツの住民に被害が及ばぬよう最大限配慮せよ。第三中隊、了解。これより武装集団の。A mine?An anti-tank mine. なかなか悪くない反応だね。実戦は3ヶ月ぶりかな。やっとテスタロッサを満足させてあげられそうだよ。なんだこいつら。総統戦開始。まずはトンネルまで抑えよう。歯向かうやつは皆殺しでいいよ。よっ。And yes, people actually died this time.Not like Cold Steel, where even very few regular soldiers seem to have died, at least not on screen. Even with armored vehicles, they don't stand a chance against Jaegers, huh? CGF is really weak compared to normal armies and Jaegers, I guess.隊長、いかがしますか。そうだな、ここで頑張られてもうざいし、ちょっと遊んでくるよ。フォローはお願い。よっ、隊長に続くぞ。さあ、テスタロッサ、獲物はまだまだ残ってるよ。シャーリーと一緒に目いっぱい楽しんじゃおう。
machine gun and a chainsaw at the same time. Jaeger seemed to have the coolest weapons of all the bad guys, huh? That tank that we took so long to defeat, she killed in one hit. Yeah, she's definitely Ouroboros tier, or high, or maybe even higher. There's still CGF members who didn't die yet? That's surprising. Wait, how far did they get pushed back? There's a bus stop. Grace, get out of here. Seriously, Shirley does not mess around. She. Are you trying to claim all the septium for themselves? Maybe they're trying to keep Crossbell from mining septium so that we'll be forced to rely on other countries more. Maybe they're paid off by someone who wants. Who's trying to screw up our economy? Erebonia 帝国政府。いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと言わざるを得ませんね。このクロスベルでも情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で帝国政府には問い合わせている。返事は当然ながら身に覚えがないだったかね。そしてこれは私の責任だが、独立提言以来共和国政府にも協力を頼める状況ではなくてね。そんな いえ決して市長の責任では。It's all retaliation for the independence declaration. いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれマインツの住民の安否が気になる。民間の飛行艇に依頼してなんとか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はなさそうです。ですがマインツの住民が人質である状況は変わりません。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のものだったかね。人的、物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在予備戦力のすべてを山道に展開している状況です。そうか、相手は戦闘のプロだが、あくまでミラで雇われている集団だ。交渉次第ではこれ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の諸君には市民の不安を抑えてもらうと同時に、そのあたりの可能性も探ってほしい。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って手を尽くしてみますか。
遅いな、課長。あんなことがあったからには無理もないと思うけど。はい。今頃オルキスタワーで今後の対策について話し合われているんでしょうね。政治的にも難しい問題だし。バルドもそうだけど、難しい時期にとんでもないことをしでかしてくれたもんだね。ねえねえみんな、課長が帰ってこないんだったらやっぱりお鍋はやめとく？いや、遅くなったら先に始めてろって言ってたしな。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいとこうぜ。でもランディさん、鍋のことはともかく、ランディ無理してないか？こういう時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さら古巣が何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って休めるうちに休んで。 Randy, you better not try to do anything reckless against them. 明日に備えるのが先決だろ。 If you do, be sure to return all your equipment first. それは、そうですね。お腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいつも助けられているわね。ですね。ま、今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。What we need to do right now is capture a bunch of shining palms, feed them, pit them against weaker monsters to level them up, and we'll beat up the shining palms so we can level up. Yeah, so that's the best way. そうだな。It's a good way to catch up to all these difficult opponents. よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜、たっぷりある。たくさん食べて、早めに休んで、明日に備えよう。おう。いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せて、お腹いっぱい食べてね。うん。ファイトはお肉とお魚を、後で冷ましてあげます。Maybe now would be a good time for Zite to join our party permanently instead of being a summon from Tio. Things are getting pretty bad. Oh no, everyone's asleep, but... Oh no. No! Lloyd, wake up and stop him. He's taking all our gear. Shit, I think I still have attack free on him. Damn you, Randy. Iku no kai?お前か。たく、なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつうの。行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行っててね。まあ僕はこういう性格だし別に何とも思わないけど、さすがにみんな怒るんじゃない？だろうな。だがこいつは俺の問題だ。おじきやシャーリーを投げ入れ、ましてやロイドたちを巻き込んでいいわけだね。俺自身のケリをつけるために、ただそれだけの話だ。うん、まあいいけど、君といい、バルドといい、男ってのはバカばっかりだよね。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい？ほっとけっつうの。しかしお前、前から聞きたいと思ってたんだが、
ちなんだ。何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については当たってるとは思うけど。なるほどな。昔何度かやり合った連中と似た匂いを感じてたんだが、あの娘と初対面っぽかったのも不利だったってわけか。そうなるかな。 We tend to meet that girl for the first time. So it's connected to one of the NPCs we've already met. 黙ってくれていたお礼に明日の朝しらばっくれてあげるよ。好きなように暴れてくるといい。ああ、おにぎり。まあ、彼が抜けるとちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。Please return all my stuff. Please. Otherwise, I might have to beat the Chimera all over again just to get all my stuff back. Shit. Kusso! Keri をつけてくる。じゃあな、ラン。そんな。こんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。クソ、エニグマまで置いていくなんて。 Okay, at least we got stuff back, but how do you plan to win without your enigma? ランディ、 Do you for...、damn. ダメです。周辺の人たちも全然見かけていないみたいで。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。 And Wazzy's playing dumb. でも一体どこに蹴りをつけてくるということは、マインツ方面でしょうか。ああ、その可能性が高いだろう。それなら、参道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長！ったく、いつも散らかしてるくせに、妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、ヤスの姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元良兵、正規軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど両兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、え、多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。え、どうしてわかるんですか。簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしようとしているなら、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで何とかなると思うか。あ、確かにどう考えても無理がありますね。ってことは、ヤツが両兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけか。はい。たく、こんなことならあれを持ってくるんだったな。ランディは昔かなりの火力の動力ライフルを使っていたと言ってました。それをクロスベルのどこかに保管しているみたいなんです。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみれば、ランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか。いや、さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら
市内のどこが怪しいのかな。そうだな、やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギオーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさん、しょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね。それに確かランディがクロスベルに来た時以来の知り合いじゃなかったかしら。やつも災難なこった。うまく巻いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまうんだからな。確かに。当然です。こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。 That's a pretty bad thing to say during these current times. ランディ、大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。うん、ロイドたちもくれぐれも気をつけてね。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で本部も混乱してるんでしょうね。警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい、あなたの立場からしたら人事じゃないわよね。いえ、そうした危険も私たちの職分ですから。それに今はあくまで特務支援課の一員です。行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ。 Did he really return his stuff? Let me check. No, he did not. Maybe he switched it out for a different ornament of some sort. Huh.I don't see attack free at all. I don't see the other action too that I made for him. So yeah, he really did take pretty much everything, except for maybe his master quartz. Okay, you can have this queen crab. I should get an attack free for this.That'll make up for the one that Randy stole from me. Jerk. Yes, this will make his counters a little bit stronger. Who are you? Wait, what? You don't recognize us? What? Weird.Randy, I hope you find him safe. We will, for sure. You don't have to worry, Kia. Randy is cruel, though, making Kia worry so much. Yes, when we find him, we'll have to give him a good scolding. And a good spanking. Yes, that's right. Growl. You're right, Randy is a big idiot. We'll do whatever is necessary to bring him back. Yeah, of course. Alright, crossbow times 6. Probably about the terrorist attack. Or the Jaeger attack. Close enough. We received news that sometime between yesterday afternoon and this morning, the third company of the CGF was suddenly attacked while on patrol in Main's region. Details are unknown, but it appears there are a large number of casualties due to the intense firefight. Also, it's likely that the mining town Main's has been captured by the unidentified armed group, so there is concern for citizen safety.
When a reporter from a magazine rushed there, the echo of intermittent gunfire could still be heard. The stalemate continues into the dead of night. At present, the identity and objective of the armed group are unknown. The terrorist incident that targeted the trade conference is still fresh in our memories. But if they are terrorists, they should make demands of some kind. If they are Jaegers, they should be seeking Mira or something else, said a journalist with war coverage experience. The group has not made any demands and the situation is still not fully understood. Fear and rumors of a conspiracy are spreading amongst some citizens. Transcontinental Railroad restored. A Republic-bound train derailed and many people were severely injured. The International Rail Corporation finished investigating the scene and trains are now running on schedule. The cause of this serious accident is thought to have been an unidentified monster which rammed the train with its body. At the scene, the Crossville Police's Special Support Section pursued, but there are no further details on the monster or its location at present. Okay, let's stop by the guild. Oh, it's you guys. Hey, you saved us yesterday. Lynn, Aelia, how are you feeling? Okay, I guess. It's all thanks to you guys anyway. See, I'll pay you later as a way of saying thanks, okay? I respectfully refuse. But if you can say that, you must be feeling better. Yeah, but we can't push ourselves too hard yet. How come, think of it, where'd that redhead go? Normally he'd be saying, then return all, and stuff around now. Looks like something happened, wanna talk about it? Yes, actually. Lloyd Yars explained that Randy had disappeared. I see. The main's occupation, now that the Red Constellation is involved, we can only guess what will happen next. How will the guild deal with this incident? The CGF is going all out to try to resolve the incident, so for now we'll just wait and see. Dang it, you think he would have taken a hint from how Rishia went Leroy Jenkins against the Steel Maiden. But if the situation goes on for too much longer, we'll have no choice but to act. Isn't that right, Mitchell? Yes. Depending on the situation, we might need to summon A-rank or above racers from nearby countries to intervene. That much? That's only in the worst-case scenario. Right now, Arios is discussing things with the mayor. If it doesn't look like the CGF can resolve the incident... Well, being the guild, civilian safety is your number one priority. Of course, you'll have to deal with it. Anyway, I'm worried about that red-headed boy myself. I don't know what's going on, but... you guys be careful, okay? Yes, understood. Though the major powers already called the CGF before, this will give them even more material. If possible, I'd like to be the final option, but when civilian lives are on the line, we can't wait too long. I want to stand by at the guild for a while and survey the situation. It's just the situation isn't good at all. Maybe we should get ready to attack. It's strange for a Jaeger corpse to take hostages. If they just harm them directly, it certainly causes considerable emotional pain. If this situation drags on, we'll need to consider everyone's health. We've got to do something about ASAP. Oh, they're actually at the phone. I see, so Armorica's safe. Yes, just in case, please tell the villagers to be careful. Scott already confirmed it. Nothing's happened at Armorica or the hospital. But it's going to be nearly impossible to beat the Jaegers now that they have terrain advantage on the mountainous path. If this situation drags on, I don't know what kind of danger the people of Mainz will face. I knew it. We have no choice but to act, but huh? Hey, some of the Elite Four are back. I guess it's because they know we can't leave the city to challenge them. A mysterious armed group. Not beautiful. Before, Sir Lake Lord said he hated amateur anglers, but it appears he has a personal attachment to the Fisherman's Guild for a long time. I wonder if something happened. Maybe he used to be a member, but eventually fell out with them. The connections between my Imperial Fishing Guild and the Fisherman's Guild are considerable. Not that the likes of you would know, but... Oof, I was talking nonsense. Forget what I said just now. Maybe it's possible that maybe the one organization branched off from the other. The CGF are fighting the armed group at Mainz, but it looks like they're having a tough time. Being independent with our own military, I suppose that's important. Seems the CGF are in a tough spot. Because of that, I wonder if the Imperial Army will intervene if this continues for too long. Man, oh man, that's no laughing matter. Typical Osborne tactics. Everyone from the support section.
You guys must have it tough. That's right, Randy is... What's up with Randy? Could it be? That's a story for another time. Let's go, everyone. Hey, wait, Lloyd. I've no intention of following you. How about a discussion? Huh? What do you mean by... First, the condition. I know a certain amount about Randy's background. I'll just say this. It's not like I have any doubt about what I'm saying. But at the same time, I've seen many of his actions as a member of the support section. You can be sure I believe in him. Grace. And by your reactions, I can guess the situation. Randy headed to Mainz alone, right? To resolve this incident. You know that much, huh? That's a Crosswell Times reporter for you. I knew it. Bullseye, huh? And you guys are going to bring him back. I feel like you're not going to listen, but your minds are made up, aren't they? Of course, Randy's our friend. Yes, exactly. I see, then this really wasn't a discussion, huh? Night 2 will call out to you with my very own voice. Be careful out there. And once again, allow me to write an article about your great efforts. We will, thank you very much. I heard Red Constellation aren't your usual opponents. I told everyone going to Mainz to be careful. Okay, Ark and Seal. Wonder if anything's happened to Rishia. This afternoon is the long-awaited premiere of the Golden Sun Silver Moon Renewal performance. The dances are perfect. I'm certain everyone will love it. Oh, it's you all. This is gonna be awkward. My, if it isn't little bro, what do you want? Rishia. What's this now? Is there something between you and little bro, Rishia? No. More importantly, Ilya, there's not much time until the performance. I want to check the choreography of her duet one last time. Yeah, Ilya. I already have that part down cold. Oh, right. Well then, guys, if you don't have anything important, we're pretty busy. I can't let my concentration be broken now. Right. Start to bard you. Excuse me, it's right before our performance, you see. Rishia. Ilya, I'm always ready. Ilya, please. Alright, we'll now check the scene where the Moon Princess appears and pursues the other two princesses. Rishia, Sully, you ready? Yes, of course. I'm okay here. Sorry, Lloyd and friends. There's no time until the performance. We want to finish up our final preparations. Muriel is stationed here for some reason. Lieutenant Muriel, you came to the city. Yeah, I just got here. The commander and vice commander are having a series of meetings. She participated in one of them last night as well. If the CGF commander and the others are still here, it means the countermeasures aren't progressing smoothly. Guys, we heard from your chief this morning, but he said Randy disappeared. Yes, he's most likely heading for Mainz Mountain Path as we speak. I see. Are you okay? Yes, I'm fine. More importantly, Randy's disappearance is related to his past, don't you think so? It's hard for me to say this, but I don't know much about Randy's past. Even now, I don't even know the reason Randy doesn't use a rifle in combat training. But I understand his was an act of true stupidity that greatly worried all of you. Lieutenant Muriel. Indeed, it goes beyond stupidity to utter foolishness. The CGF has sustained serious damage as well. I think the commanders have decided to put together another relief force. We can't do anything alone. We can't accelerate our development for Randy alone. Or deployment. So everyone, please take care of that idiot for me. Leave it to us, we'll definitely save Randy. Mostly the thing, going after a Red Constellation like that might be actually be even dumber than going after the Steel Sanctus. Since the Seventh seems like she at least has, might be negotiable. Or open the negotiations, and probably wouldn't kill us as long as we don't obstruct her too much. But these Jaegers, these Jaegers always go for the kill. So sleepy. An urgent job came in last night, and Mom banged around the warehouse, so I didn't get much sleep. But Mom gets urgent orders like that often. Was Mom that close with that customer? おや、さすがというか、早速たどり着いたかい？ということは、やはりランディはこちらに？ああ、昨日の夜に連絡があって、朝早くブツを受け取っていったよ。
あんたらが訪ねてきたら、しらを切ってほしいと頼まれたが。確かに。それで、結局ランディは何を注文したんですか？やはり、動力式のライフルとか。いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄砲弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで。店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。 Where'd he save up all that money? And why didn't he let us use it to buy more evergreens? それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。 Okay, good. He wasn't dumb enough to go out there without a proper orbment. I guess that explains why he took all of his quartz and stuff, even though he left his SSS Enigma behind. なるほど。さすがに用意周到だな。 But even then, wouldn't it cost a lot to fully upgrade a new Enigma? Did he take out some of our Sepif stash too? ええ、無登録の Enigma ではこちらも番号がわかりませんし。でも、重火器の本体は購入していかなかったんですか？ああ、うちもそれなりに強力な動力式、火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか？当たり前だろ。こちとら情報が命だからね。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元両兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために俺たちがいるつもりです。さっきからずっとこの調子でね。挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。せいぜい助けてやるんだね。はい、情報ありがとうございました。おう、お前ら、ランディのやつ一体どうしやがったんだ。なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱりそうですか。今朝のことですよね。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきてな。ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまったが。それで尋常じゃないものとは？やっぱり重火器の類でしょうか。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな。しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。ランディが使ってたっていう動力ライフルに間違いなさそうだね。ああ、間違いないだろう。ギヨームさん、情報ありがとうございました。ああ、いいってことよ。事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。はい、了解です。Okay, next one. これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか？はい、やはり彼はこちらに。ええ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っていきましたが。どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか言って。やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、おまけに帰りにはあるものを私から引き取っていったんです。あるものですか？ええ、ずいぶん重いトランクで、中身は私も存じません。2年前、ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。
俺が死んだらジャンク屋あたりにバラして売り払ってくれと言って。そんな、ランディ先輩らしくなさすぎです。奴の経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは知りません。それを知って奴の力になれるのはおそらく。オーナー。はい、そうありたいと思います。 Okay, that's all three NPCs I had to talk with.昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。 Where'd he go first? Barca. Next he... Factory, and then Nine Valley. 間違いない。この順番だ。Between 3 and 4 a.m. Barca, between 6 and 5 and 6 Goilame, and around 6 Nine Valley. おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを受け取ったんだろう。そのトランクに入っていたのはランディの両兵時代の獲物。多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったためランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。うん、間違いないと思う。武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインホルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない巨大なライフルを使っていたからな。よし、これで大体ランディの状況はつかめたけど。最後にランディさんが交換屋を訪れたのが今朝の6時過ぎ。現在10時くらいですから4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつくのはかなり難しそうですけど。いや、ランディだっていくらタフでも限度があるはずだ。赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。ま、玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければそのあたりが妥当だろうね。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元でマインツ方面に行くしか。まさかランディさんから。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。いや、ロイドさんどうやら別の誰かと勘違いさせてしまったようですね。 What does Sal want? その声はどうしてこの番号が。言ったでしょう、ロイドさんたちのファンだと。タイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの。ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。え、こんな時に一体何のつもりだい。わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。わかったわ。とにかく急ぎましょう。Okay, so on the roof. What's going to happen? Is Rishia going to join us temporarily again? I guess not.
急いで来ていただいたようで。Maybe Sal can join us. Fill in for Randy for a while. Sal さん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか？いつもいる護衛の方は？ Let me guess, he's right behind us, ready to whack us, whack us from behind. 少々忙しくなったので、いろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。兵ゆえ切っての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実は昨夜インドのから突然連絡がありましてね、我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。あ、それは。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、相当固くなの様子で。Sal is still referring to Yin as him. So Sal has not realized it yet. ほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が。昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか。ひょっとして僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいるみたいだね。ええ、そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは。一体インドのに何が起きたというのですか。あなたに話す義理はないと思いますが。ということはやはり彼女に何かがあったのですね。Her。 ダメだエリ、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があればステージでの活躍も納得ですね。He already knew, he already suspected but wanted to confirm with us, huh? いや、どうも気になったので前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして、いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てました。彼女をどうするつもりなんですか。今のところ特には。まあ正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられたんですが、ギルド関係者もいた以上ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら急いでいるので失礼しますよ。まあそう言わずに、今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、3時間ほど前マインツ参道のとある地点を訪れたそうです。本当ですか。赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね。その監視班からの連絡です。なるほど。それでその地点というのは。現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうですが。ロイド。ああ、この上もない情報だ。サオさん、情報感謝します。あなた方が頑張ればこちらの利にもなりますし、まあランディさんともども死なないように気をつけてください。
強いですよ、彼らは。わかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐにマインスタンドへ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。あんな青草さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。Is he still on the roof? Or did he just jump off? Yeah, it looks like he went... He's somewhere else. What about you? Okay, these two aren't going to say anything about Sao Li showing up all of a sudden. Better hand this over while I get the chance. Divine Child, page 1. Did I miss one? I can't tell. I guess we... I'm not sure what order all of these things are unlocked in. Crossbow is considered by our DG cult to be our HQ and land of origin. The reason is because it's the place where the Divine Child was inherited by our founders. As the vessel of the true god, the Divine Child is a symbolic existence for our DG cult. Continuing to sleep in the Sunforge basement, that is the aspect of a young human maiden. She is said to be waiting for the moment of her awakening at the altar of the Sunfort for 500 years. And the rest is still hidden. Everyone, the situation has gotten serious, yes? Police HQ has been busy ever since this morning as well. Huh? Oh, excuse me. Yes, this is Crossbow Police. Yes, yes. That's right. Since last night, to sell the situation to CGF, she really does look busy. Right, we've got to do what we can as well. It's you, huh? I heard about Orlando. It seems things have become really troublesome. Yes, however, we'll bring him back. I see. I've got nothing to say then. Anyway, the situation is what it is. Of course, there's a whole lot of work I'd like to push on you as well. For that reason as well, go resolve this problem with your colleague at once. Mr. Dudley. Yes, of course we will. We'll do whatever we have to remove the Red Constellation from Crossbell. Please do everything that you can on your end as well. The police force has been split in half. One half is on standby as support personnel for the CGF. The other half will reinforce city patrols. Precisely because of these hard times, we must support each other. The night has finally passed, but the situation is only growing worse. Anyhow, although I'm from the Metropolitan Division, I plan to focus even more on what I can do from now on. Oh, if I see, I can actually walk here, huh? You got a small fishing boat that was attached to the place? Yes, it's technically just there. The security guard is close, but I think it's better to go quietly. Yes, I'm not going to explain the situation.確かにそうかもしれません。とにかくこのまま吊り橋の手前まで行ってみましょう。Actually, I wanted to visit the cathedral to see if they have any information. Do they actually want me to walk all the way there manually? That would be messed up. Even though many CGF members are being exposed to the danger on Main's Mountain Path.Oh, great gods of the sky, I beg you to protect them and drive away evil. What a terrible situation this has become. I hope the people of Mainz are safe. Where's Rees? It appears that Jaegers have deployed to an area of the mountain path. As the Grawl's Ritter, I can't act officially. I am terribly sorry not being able to assist you in this terrible time. By the way, you're very skilled, Rees.It's true that borrowing the strength of the Grawl's Ritter would be reassuring, but... Well, the Jaegers on the mountain path are probably quite troublesome opponents. Rees, please wait here in case something happens. We and the CGF will try to do something about the Mainz matter. I understand. Please be extremely careful.
Thanks for tuning in to this Let's Play of The Legend of Heroes Trails to Azure. If you enjoyed, please leave a like, subscribe, and or hit the bell icon.